この色いいよな。うん。はい、タマリンドットネットのタマリンです。今日はですね、2020年7月に出ましたTロックの、はい、はい、タイトルコール失敗してんけど。もう一回。もう一回撮り直しですけどね。今日は2022年7月に出ました T ロックのニューモデル、まあ、マイナーチェンジですけどもね、ガソリンモデルのスタイルですね、 1.5 リットルのスタイルモデルに試乗しています。この辺、ね、すごくいい感じ、あの他の YouTuber の人の見てる、このメーターパネルの上の質感がすごくいい、まあ、えらいプラスチックな感じで、まあ、この辺のインパネ周りがね、ちょっとあのポロみたいに安かったんで、それが一番気がかりで、あちょっと値段の割に来れないなと思ってたんですけども、この内装やったら全然いけるよな。最初からこれで売ってたらね、 T1 買う前にこの内装で来てたら T6 買ってたかもって感じですね。うん、そうなの。うん、そら値段がある全然違うから、100万以上あの車と違う。安い方買うよ。乗り心地しないかよね、なんか、うん、すごくいい感じちゃうこれ。しますよ、しっとりしてる、すごく。まあ、タイヤの扁平率もあるからか知らんけども、私の T5 よりは全然いいですね。うん、こっちの方がいいかもね。うん、T6 最初に出た時はディーゼルモデルしかなくて、まあ、ディーゼルを乗った時にまあちょっとディーゼルかなっていうちょっと重さを感じてたんで、ちょっと微妙なとこやったんやけどね、このあれやガソリンモデルになって出た時に試乗して非常に軽快な感じでいい感じやなと。ガソリンモデルの良いところはそのまま引き継いでてね、すごく滑らか、うん、私のティグワンよりもあの出足とか滑らか、やっぱり 1500cc っていうところもあるのかな。ゴルフ乗った時よりもいい感じがするなこれな、うん、DSG のね制御がだんだん良くなってきて本当に滑らかになってきてると思う。乗れば、新車に乗れば乗るほど非常にいい感じがする。自分のティグワンだけでもいけるかなと思うけど、こういう新型乗るとね、明らかにもクラッチのつなぎがスムーズになってるなと思いますね。この道のショックのな、いなし方がすごい滑らかです。まあ、ちょっと踏み込んでみたいんけども、うん、まあノーバレーだこんなもんかな。私のティグワンはあれです、あのスロットルコントローラー入れてるからね、最初の立ち上がりグッと速いけど、ティグワンももうノーバレーだとあんな感じかな。ちょっと加速してみますね。やっぱ4000から回った時が速い。もうなんかな、喋ることないぐらいに滑らかやな、うん、快適や、乗り心地静かやし、最高やな。この試乗車はね、あの なんとかグレーやったよ。なんとかグレー、後でここら辺書いておきますけど、新色、新色のこのグレー、なかなかかっこいいよな、うん、マットな、マットな感じでして、つるんとしてるんやけど、マットな感じでね、非常におしゃれな色合い。これあれやで、ティグワン買う前に乗ってたの、これ買っちゃおうかな、買っちゃおうかなって、なんでそんなに、買っちゃおう、うん、
カチャカチャで、これ買いますわっていいっすよ。これくださいこれで上な470何万やろ。ティーはね650万とかそんな辺やったら、そうやね。そんなん200万だね。150万は違うよ。それだったらこっち買うわって感じ。まあ覚えてないよ、値段。じゃあフルスロットで行きます。はい、Sモードで。ティグワの方が速い感じへん。うん、足割れ硬いからかな、ティグワ。うん、これ Sモードでちょっと。まあでも安定してる。うん、おとなしみ。おおおお、なんちゅう紛られる方やこいつ。ミッションのつながりもちょっとマイルドにしてる感じがあるな。ティグワの方が S モードにしたら速いの好きな人にとってはなんかあのダイレクト感があってすんげえ速い感じがするね。うん、ちょっとどっか滑らかさがあるよな。滑らかさがあるな。うん、滑らかさがある。うん、もうちょっと刺激欲しいなってとこやけど、うん、まあそんな飛ばしちゃいけませんから。じゃあこの辺しなやかな感じ、うんうん、まあ必要にして十分かなって感じ、うん、いいと思うで。これはこれでいいんちゃいます、ありちゃいますか。ギュンとは抜かさないけどね。うん、これマクド渋滞。うん、これ抜かされんで。グリーニング渋滞かなんのちゃうねん、マクド渋滞。抜かされん、うん、さりげなこのそうスピードは乗ってるの、うん、乗ってる。眠なってる感じだったし乗り心地いいよ。うん、よろしくて言うやで。うん、十分だと思いますよ。運転しやすいよ。ブレーキ安定感ありそう。はい、入ります。帰ってきました。置いといていい？はい、はい、どうもすいません。ありがとうございました。はい。